U から19日本代表 FW 道脇豊は7月11日に J2 ロアッソ熊本から海外クラブへの移籍を前提とした手続きと準備のため、チームを離脱した。ベルギーメディア、ボエットボークラント .com は同国2部ワースラントベフェレンへ新加入すると伝えている。2006年生まれ18歳の道脇は今季9試合に出場して1ゴール。 身長186センチと体格にも恵まれ、熊本のアカデミーで育つ。昨年クラブ史上初の飛び級でトップ昇格を果たし、16歳で J リーグデビューした。昨年は U から17日本代表のエースとして U17 ワールドカップ W 杯にも出場。無得点に終わったものの、日の丸を背負う次世代のストライカーとして期待されている。その中で、 ボエットボークラント .com は、ベフェレンは昨季よりも良い成績を収めたいと考えている。この目的のためにクラブは多くの興味深い補強を試みるだろう。最初の合意に一歩近づいたようだ、と報道。新ストライカーとして道脇の名を挙げており、レンタルで1シーズン移籍する予定、と伝えた。熊本の契約は2026年1月まで残っているという。 道脇について、欧州のトップクラブも彼の加入を望んでいた、と、複数クラブから関心を寄せられていたとしつつも、ベルギー2部での冒険を選択した、と指摘した。18歳 FW の市場価値はドイツの遺跡専門サイト、トランスファーマークトによると、12万5千ユーロ、約2000万円、とされている。 ベフェレンにはかつて元日本代表 MF 森岡良太や MF 小林裕樹らが在籍。2023から24シーズンは2部で8位にとどまっていた。